共に練習したりペアを組んで試合に出た女性選手に対して全く情が湧かないといえば嘘になりますよね。情っていうのは恋愛感情ってことですかね。まあ友情よりちょっと上みたいな。ああ。なんかお互いの体調管理とかそのお互いの性格とかもある程度分かってた方がいいわけじゃないですか。はいはいはい。いや全く湧かないと思いますね多分。そうなんですか。はい。それはなんか。今まで組んだ人がみんなブサイクだったからとかではなく、いやそういうわけじゃないですけど、やっぱり遊びじゃないんで、やっぱりテレビとかで僕はそんな感じですね。いろんな演者さんと共演させていただきましたけど、それこそアイドルの方とか女優さんとかもいましたけど、やっぱり遊びじゃないからそういう風に見てないかもしれないですね。なんか男性選手は仲良くなるわけじゃないですか。男性選手ははい仲良くなりますね。はい。そんな感じで一緒にタッグ組んだ女性選手も仲良くなってもよかったりしません？まあ年齢が近かったらもしかしたらそういう感情になることはあるかもしれないですね。はあ、はい、僕は結構年齢離れてたんで、まあ、伊藤選手は12歳ぐらい離れてたんで、そのプライベートな感じでは一切話したりもなかったと思いますし、はいはい、なんかやっぱ自分のことで精一杯かもしれないですね。みんな個人スポーツなんで、はい、あ、まあ確かにそうですね。その上着く余裕がないっていうか、はい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 、確かに。